まあ、ただただ緊張してたので、まあ、いつも結構本番はあまりうまくいかないことが多いんですけど、まあ、今日もそうですね、ちょっと自分の中ではやっぱりうまくいかない部分も結構あったりしたんですが、まあ、とにかくその中でも最後まで集中しようと思って、必死だった感じになってしまったかなって思います。本番前はいつもすごい緊張してます。なので自分をこううまく、なんというか、いつも通り、まあ、落ち着かせることを意識しつつ、まあ、でも緊張をいい集中力に変えるようにっていうのを考えているので、今日もそのような心境でした。今回は初めて取り組むプログラムを結構取り入れているので、その点で、まあ、例えばセミファイナルで演奏するモーツァルトのソナタなんかは本当にモーツァルトのソナタ自体を本番で弾くのとても久々なので、そういうところでちょっとこう苦労したりとかっていうのはありましたですね。どの曲もとっても好きな曲なんですけど、特にカプースチンはなんか自分の中でもこうありのままで弾ける曲というか、唯一そういう曲なので、カプースチンは気に入ってます。